ある者の野望は往々にして他のある者の幸福を打ち砕く。打ち砕かれた幸福は憎悪へと姿を変え、暗き雲のごとく世と人とを包む。領袖の戦士馬長と報徳はそれぞれの思いを胸に葬儀の軍と対峙する。時は建安18年、領袖騎乗に戦火が走る。馬長殿、この戦、我らが領袖の地を奪還することが断り、しかるに貴公の竹利は貴公個人の憤りをまとっているようだが。俺のこの竹利、戦の意義を見失ってはいない。領袖と我が一族の世俗辱のため、俺はこの槍で曹操を貫く。やむを得ん。せめてそれがしの部は戦の断りに捧げよう。騎乗を落とし、曹操の勢力を駆逐する。卑劣な覇道の従者ども、我が槍を受けよう。それがしは感動から城を攻めるとし、ここから先は行かせない。今のそれがし、飛行を越えて進むが務め。のこのこ倒されに来たか。行くぞ。仕方ない。今度は負けねえからな。敵将鳳黎明が討ち取った。一人か。いい度胸だ。敵将鳳黎明が討ち取った。
のこのこ倒されに来たか。行くぞ。伝令、長江軍騎乗に接近中とのこと。王黎明、武をもってこの騎乗をもらい受けさ。俺の攻撃かわせるか。最後の一兵となって騎乗を守ってみせる。仕方ない。まんまとおびき寄せられたな。次は負けない。敵将王黎明が討ち取った。長春が一剣山絶技の武、ご覧あれ。承知した。王黎明、無にて応じよう。腕を上げたろう。伝令、加工園の軍が騎乗。